こんにちは、ガイエンです。今日はですね、また新しいものを買ってみました。今回はこちら、X2W、 これ多分メーカーなんだと思いますけど、というメーカーの、G0 というピックアップです。こんな感じですね。でここですね、これ5に見えますけど G0 です。でこのピックアップ最大の特徴はこれなんですけど、このピックアップに、ディレイとリバーブのエフェクターがついていてですね、でこのピックアップから出たものをこのトランスミッションというこういうものでボディにそのエフェクターがかかった音を伝えるんですね。で要はこれがこう振動するってことです。そうすることでなんと生音にリバーブだとかディレイがかけられるというもののようです。でこのピックアップはマグネティックタイプのピックアップで、ここ分かりますでしょうか。ここにですねコンデンサーマイクがついているので、コンデンサーマイクとマグネティックの混合のピックアップということになります。でこれアマゾンでも売ってますけど、アマゾンだと25,000円ぐらい確かしたと思いますけれども、私はちょっと怪しいのかどうか分かんないですけど、中華系のサイトで、およそ半額12,000円ぐらいで購入しました。で、これもし購入される方がいると注意してほしいのはこのバッテリーですね。バッテリーです。この、充電ができるこのバッテリーが標準ではついていないので、これを別途買う必要がありますという感じです。でこれの取り付けについては、ボディに穴を開けないように、こういうふうに、当然これ、ピックアップなので、そのアンプにつなぐこともできますけど、このアンプにつなぐエンド、これなんていうんですかね、エンドピンジャックっていうんでしょうか。このエンドピンジャックを、こういうですね、こんなものにこういうふうにこうはめて、ここにエンドピンを入れて、つなぐということもできるようですけれども、私はもうこれをですね、この前回購入した、ドナーの激安アコギに高級的につけてみたいと思いますので、ここですね、ここ、エンドピンのところに穴を開けて実際に取り付けてみたいというふうに思います。ということで、とりあえず取り付けに備えて弦はすでに外してあります。じゃあちょっと取り付けてみましょう。はい、それでは早速ですね、いきましょう。まずエンドピン外していきたいと思います。こんな感じですね。結構いい加減についてる感じですね。で、ここにこう穴を開けていくわけですけれども、このようにマスキングテープを貼っておくと、その穴を開けたこの縁がですね、きれいになるということなので、こんな感じでマスキングテープを貼って早速穴を開けていきます。はい、ドリル用意しました。12ミリの穴を開けるようなので、一応12ミリの木工用のドリル用意したので、早速穴開けていきたいと思います。ちょっと家を汚すのがあれなので、一応新聞紙引いておきます。大体まっすぐですね。穴開
けられました。じゃじゃじゃんと、こんな感じです。はい、どうでしょう。まあまあ綺麗に開きましたよね。意外にキノクズは中には残らずですね、言っているようです。はい、じゃあ穴を開けたので次のステップに行きます。さて早速ですね、これつけていきたいと思います。ですね、こっからこう手を入れてここから出したいんですけど、手入らないですね、ここまで。なのでちょっとこれ分かりますか。交換した弦です。これをこっからですね入れます。でこれがこっから取れてこないようにテープを押さえて、この出た端にこいつをこうつけますと、ここにこういうふうにこういう穴が開いてるので、この穴にこう通す感じですよ。通す感じです。皆さんこんな感じ、わからないですか。まあこんな感じで、通してですね、こうしてこいつをここにがっちり止めますと、がっちり止めて、これでこっから引っ張り出しますと。じゃあもう一回ちょっと引っ張り出してみましょう。ましたね。どうでしょう。こんな感じで引っ張り出せました。これでこいつがここちょっと出すぎですかね。ここでこのネジでですね、この出方を調整するわけですね。こんなもんでしょうか。こんなもんだと思います。でこいつが取れないようにこうしてですね、ワッシャーを入れますと。でこれで一回止めるんですね。でここにこいつをこうつけるっていう感じでしょうか。こんな感じですね。じゃあこれをちょっとちゃんと止めていきます。ちょっとこれペンチかなんかで回した方が良いですね。はい、ペンチを用意したのでこれでちゃんと締めてみましょう。ボディに気をつけないように。はい、でこいつをつけるとっていう感じですね。はい、どうです、つきましたね。で中にこんな感じでケーブルがあるので、これは閉じておきましょう。はい、それではですね、ここ、ついたところで次はこのトランスミッションというものをつけます。これはですね、だいたいブリッジの左下、これの真下のバックサイドに、バック側に貼るみたいです。でこれ両面テープで貼るらしいですね。で、ここをちょっと一
回この中を簡単に拭いときましょう。でもうこれ貼ると剥がしちゃいけないらしいので、じゃあこれちょっと貼ってみます。これを剥がしてこの両面テープでがっちり貼る感じのようですね。で入れて、これ分からないですよね、この中に入れたんですか。だいたいこの真下ぐらいですね。この真下ぐらいです。この真下ぐらいです。腕この辺に、貼ってあります。で、これで、一応、エンドピンジャックと、これが付けられましたと。で、このやつがこの中で邪魔になる場合は、これでボディの内側に固定をするようなので、ちょっとこれ固定してみましょうかね。これでちょっと固定を、このいらないケーブルをちょっと固定をしてみます。はい、でこれをこんな感じですね。こんな感じ、こんな感じでこのボディの一応側面に固定したいと思います。はい、はい、固定こんな感じで、ちょっと中見えないですけど固定ができました。でトランスミッションのこうジャックとこの出力するエンドピンガーのジャックがあります。はい、で次はこれを取り付けるわけです。じゃあこれをちょっと外してみましょう。外します。はい、外しました。とこいつがこうなるので、ここにこれをボディに挟むと。これ気をつけないと、線がこんな感じで細い線がつながってるんで、これあまり無理をすると切れちゃったりしますね。じゃあまずここにこの裏分かります？ここにこのトランスミッションと、このエンドピンのこのジャックが付けられるので、付けちゃいましょう。こんな感じです。でこれでここに、付けますという感じですね。でこんな感じで、はい、付けられました。はい、ちゃんと取り付けてみました。それではですね、実際にここから、本当に生音にリバーブだとかエコがかかるのかをちょっと試してみたいと思います。まあ、見てください。当然アンプにはつながってないので、これ生音です。まずはエフェクトがかかってない状態。ではこれでですね、ちょっとディレイだけをかけて、あ、リバーブをかけてみましょう。リバーブです。リバーブかけました。いきますよ。リバーブかかってますよね。じゃあ次はリバーブをオフにして
エコーをかけてみましょう。いきます。かかってますね。では次は、リバーブをかけてコーラスを少し混ぜてみましょう。だいぶ良くないですか。かなりいいですよね。はい、じゃあここでですね、ちょっとダウンチューニングをしてドロップ D にしてですね、あ、ドロップじゃない、オープン D ですね、オープン D にして、岸辺さんのちょっと曲を弾いてみたいと思います。いかがでしょう。ちょっと今、エフェクターを多めにかけてるんで、ちょっとわざとらしい感じはしますけれども、かなり雰囲気が、出るんじゃないかと思います。これですね、調整は、このマグネティックピックアップとコンデンサーマイクの、音のブレンド量が調節できたり、あとはですね、このエフェクターの効き具合が、この辺で調整できたりですね、あとはデリエと、リバーブの深さなどが調整できたりするので、自分の好みの音にしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。この8000円のギター、まあ実はこのピックアップの方が高いことにはなりますけれども、なかなかこのピックアップをつけて、活躍の場面が出てくるんじゃないかなと思います。やはりアンプにつながずに、この、鳴りは気持ちいいです。それではですね、最後に、このピックアップ、エフェクトありとなし、これを、交互に、聞きながらお別れしていきたいと思います。それではまた次回。じゃあね。